はい、皆さんこんばんは。 BGBF の7サッカーのフローレスですね。グループブレイクになります。よいしょ。出た順わけわけですね。はい、 F の7ですね。で、ワンケース2箱入りですんで、上の箱が1番、下の箱が2番になります。で、各箱10枚ずつですね。なので合計20枚のカードで、こちらですね。こちらに書いてあります。出た順分け分けですので、ボックス1のレフト、センター、ライト、ボックス2のレフト、センター、ライトになってます。これはボックス開けて上部の、はい、カードになりますので、向こうかな。いや、関係ないと思います。隣の部屋の方かなと思って。はい。そうです。はい。ちょっと、はい、ちょっとすいませんでした。じゃあ、はい。抽選いきます。はい。じゃあ、こちらですね。はい。抽選3回ですね。出た位置3回。ハンドルネーム3回。で、紐付けして位置が決定します。いきます。あ、そうです。そっちはちょっとわかんないです。はい。あ、こっちですか？ああ。全然入ってきていいんですけど、ちょっと20分ぐらい待ってもらいます。はい。ちょっと待っててください。あ、全然声入んないんで大丈夫ですよ。はい、じゃあ3回抽選いきます。1、2、3。はい、トップボックス。ボックス1のミニボックス1ですね。ミニボックスの一番上のカードということですね。で、ボトムがボックス2のレフトになります。はい、一番上がボックス1のミニボックスの1番、一番下がボックス2のレフトになります。次、お客様のハンドルネーム、こちらも3回抽選です。こちらですね。いきまーす。1 2 3。はい、トップ服、ボトム AR2J。 拡大します。はい、はい、位置が決まりました。読み上げます。ボックス1、ミニボックスの1、服、ボックス2のセンター COP、 ボックス1のミニボックス7番目、 TSK、 ボックス2のミニボックス6番目、ハカ、ボックス2のミニボックス5番目、 RND、 ボックス1のミニボックスの5番目、マーシー、ボックス2のミニボックス7番目、カン、ボックス1のミニボックス3番目、 NT1、 ボックス2のミニボックス1番目、 NT1、 ボックス1のミニボックス4番目、 YNG、 ボックス1のセンター、ケンイチ、ボックス2のミニボックス2番目、 TAS、 ボックス2のミニボックス4番目、 DEJ、 ボックス2のミニボックス3番目、 TKT、 ボックス2のライト、 TKT、ボックス1ミニボックスの2番目、マット、ボックス1のライト、 TKO、 ボックス1のレフト、ハカ、ボックス1のミニボックス6番目、 TSK、 ボックス2のレフト、 AR2J となります。はい、 BGBF の7ですね。あ、ちょっと電話ですね。少々お待ちください。はい、ブラザー。あ、はい、そうなっております。届いてないんですよ、まだ。来週ですね。はい。そうですね。はい、よろしくお願いします。はい、メモラのお客さんでした。はい、じゃあ開けてきます。
F の7の1と書きます。F の7の2、はい、でこれ7の2ですね。7の2はい、これはここに置きます。見るの初めてですか？ああ、坂一人ですよね、はい、メールいただいてね。はい、F の7の1ですね、これね。はい、一応、はい、じゃあ開けてきます。じゃあまずボックス1の、お客様ですね。全10スポットのお客様です。まず、ボックス1の1のボックス1ですね。ボックス1のレフト、センター、ライトですね。じゃあ行きます。ずれて上が、あ、大丈夫です。行きます。はいはい、まずレフトから、あ、ミューラーですね、ドイツの。これでもバイエルンですね。バイエルンユニです。ダイヤモンドです。20の20、これ宣伝ね、はい、あ、いらっしゃいませ。20の20ですね。まずレフト、ボックス1のレフトです。でセンター、これはブッフォンですね。8の10です。ダブルパッチなのかな、シューズなんでしょうかね、うん、特に場所は書いてないですけど、なんか両方ともシューズっぽいです。こっちはパッチになって、こっちはどこですかね、なんかね、ちょっとモリモリしてます。はい、8の10ブッフォン、ゴールドですね。でもダブルですね。でライト、ルカク、ベルギーの方ですかね。5の5ですね。1のライトです、これは。はい、でミニボックス、はい、こうやって入ってますね。よいしょ。ミニボックスの1から7ですね。ボックス1のミニボックス1から7のお客さん、まず1番目、ライカールトですね。1の25、オランダですね。1の25、はい。2枚目は、あ、初めて見たかな。これは誰だ、ダビ、ん、ダニアルベス、はいですね、初めて見ました。15の15、というか初めて出ましたね。はい、ニコニコマーク書いてますね。ポスターもニコニコマークもありましたね。はい、これが2番目。で、3番目。あ、いいですね。ハメス。3番目でハメスです。22の25。ジェームス・リオって書いてますね、サインね。これが3番目。で、4番目。靴ですね。ソウル・オブ・ザ・ゲーム。ジョブ、ん？ジェルビーヌですかね。はい。コートジボワールです。16の20です。靴ですね。はい。かなりなんか面白い形をしてます。
はい、で567567で次がワンオーバーです。はい、誰だこれは。創始マークのとこですけど、モーティーニョで合ってるんですかねモーティーニョちょっとわかんないです。ポルトガルのワンオーバー、ナイキの創始ですね。まあこっちが前でこっちが後ろなんでしょうけど、はい、こうしてそのまま入れてほしかったですね。はい、切らない方が良かった。ワンオーバーです。はい、これが1の5ですね。1の5マーシーさんですね。ボックス1ミニボックスの5番目、マーシーさんで6番目。あ、選手いいですね。クロースです。一応パッチなのかな、赤い紐のね、ピンクの、印刷かななってますけどね。4の15です。はい、で7番目、10枚限定のアルティドーレ5の10ということですね。はい、はい、じゃあまずボックス1終わりました。次ボックス2です。よいしょ、ここに置いてあったやつ。はい、じゃあ開けます。今回は参加されてる。あ、してない。あ、4 あ、そうですね。はい、はい、今日のブレイクはこれ、このワンケースだけです。8は明日以降ですね。8募集してます、よろしくお願いします。じゃあボックス2の、レフト、センター、ライトです。ボックス2、レフト、センター、ライトです。はい。動いてないですね。大丈夫ですね。はい。おー、なるほど。はい。じゃあまず、2のレフト。ダビド・ルイスのダイヤモンドです。ダイヤが、はい、2枚出ましたね。つまりね。ブラジルですね。まず2のレフト、ダビド・ルイスで、真ん中センターはベイルの3の10、ゴールドですね。3の10で、ライトはネイマールのサファイアですね。2の10。はい、やっぱなかなかトップ3ベースないですね。お店でメッシ、ネイマールは初かな。クリロナの上はまだ出てないですね、ダイヤは、ね、ダイヤっていうかね、ベースね。はい、じゃあミニ箱いきます。ボックス2のミニボックスの1から7のお客さん、はい、いきなりで結構持ってますね。熱いカードが多いのかな。はい、じゃあまず1番目靴ですね。プーマプーマプーマっていうのが見えてました。ララーナです。6の10、ソウルオブザゲームですね、ララーナ。はい、で2枚目、サモラのオートです。これもゴールですね。3の10。これチリのあれですね。で、3枚目。オートパッチ。はい。10の10ですね。これは、メキシコ？はい。メキシコですね。10の10。で、次が4枚目。トリプルだ、あんまり見ないですね。モンテロのトリプルです。4の10。
コロンビアですね。メモーラーが一番目に来てるので、メモラーはこれでおしまいですね。あと下はメモラーないと思います。はい、4の10。で、4枚目。で、次が5枚目。はい、ゲッツェですね。ゲッツェの音、7の10。ドイツですね。インターナショナルアイコンです。で、次が6。コンパニー君ですね。はい、15の15。ベルギー。で、最後が、はい、ティム・ハワード、18の25です。これも靴ですね。靴の横ですかね。結構使った感がちゃんとあるんですよね。ちゃんとしたゲーム映像なんでしょうかね。はい、7番目ですねという感じです。で、 BGB8 は明日以降です。これ開始する前まだ6スポットぐらいでしたけど、お早めにご注文ください。9回目は今のところちょっとできるか不明です。で、動画すぐ上げますので、今日はこのワンケースだけですので、はい、じゃあ BGB、F の8ですね、ぜひよろしくお願いします。リンクはですね、こっからいけるかな、リンクだけ貼り付けます。はい、7と同じ価格ですね。はい、じゃあ、よろしくお願いします。ありがとうございました。